8時40分です。これから登ります。磐梯山はいろんなルートがあるんだけれども、今回は裏磐梯スキー場登山口から登って火口とかを見ながらダイナミックな景色を楽しんでいきたいと思います。登校線的には最初の1時間は緩やか、その後はずっと頂上まで急登って感じで、山系コースタイムは頂上までが3時間10分なので4時間を目指していきたいです。お昼の1時までに着けばいいなって感じかな。というわけでレッツゴー。歩き始めて20分、日差しが相当暑い。湿気はないからいいんだけど、かなり夏山です。木々の間から磐梯山頂上が見えてきた。心躍るね。あそこに行くんだ。でも遠い。分岐に来た。ここまではまあほぼコースタイム通り。噴火口まで 1.2 キロ。今 3.1 キロも歩いてきた。そんなことあるかな。まあいいや。あ、山道になった。今すごい豊かな森を歩いてきたんだけど、山の上の方を見上げると荒涼とした火山の噴火跡みたいなのが見えて、すごいバリエーション豊かな山だなって。まだ始まったばっかりだけど、おーすごい。あ、頂上まで見えるね。すごいな。一体どこを登っていくんだろうっていう感じがしてる。登山道はこうまっすぐなんだけど、ちょっと分岐があって、ここから眺めが良かった。おすすめです。この裏磐梯登山口からの道は北側の道だから、全然太陽が当たらないのかなって思いきや、結構照らされてて、すごく火口が綺麗に見えてる。なんか思いがけない眺望に恵まれてるって感じ。1時間ちょっと歩いたから木陰で休みます。はあ、めっちゃ汗かいたよ。休憩終わり。これから本格急坂に突入します。その辺をね、ジグザグ上がりながら、あの峠の真ん中あたりにまず出るんだけど、あそこまでが山系コースタイムで1時間15分になってるから、まあ1時間半として45分に1回休憩した方がいいかなってちょっと思ってるけど、まあ行ってみましょう。レッツゴー。分岐です。川上登山口という別の登山口から合流するんだね。そして磐梯山頂まで 2.3 キロ。
これは便利。わあ、すごい見晴らし。湖が全貌が見えるぐらい。綺麗。もうちょっとだね。かわいい紫のお花が、ちっちゃいちっちゃいお花が咲いてる。ああ、本当にもうすぐじゃない、稜線まで。気持ちいい。そっか、稜線は風が通り抜けるんだね。汗を冷やす。登り切った。頑張った。そして風が出迎えてくれる。美しい。休憩します。山頂まで 1.3 キロとはいえ、山頂はまだまだ高いな。第2休憩終わり。あとは一気に山頂を目指すのみ。